ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。やけど注意。発進でしょ。で、頑張るわ。
森って楽しいわ。よかった。Thank you.
Thank you.
Yeah.
1、2、3、4、5、6、7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 、
ましたね。でも私がいる限り妖精界には行かせませんよ。ここでウィローと一緒に食べて差し上げましょう。狙えハイスコア。ようやくウィローを食べられると思ったら何なのあんた。魔物の持つよ。この人が使えるわ。ありがとう、コットン。数々の辛い戦いを乗り越えてよくここまで来てくれましたね。あなたの勇気ある戦いでこの妖精界のみならずあなたの住んでいる世界にもやがて朝が訪れるでしょう。この七色ビルこそこの次元の全ての色を作り出している光の結晶なのです。今この手を離れ自らの色に戻りなさい。コットンさん、本当にありがとうございました。これで妖精界も救われます。ビッグのウィローなんて嘘をついて本当にごめんなさい。でもみんなあなたに感謝しているんですよ。あなたがいなければ闇の波動を消し去ることはできなかったでしょう。女王様もとってもよろ。あら、あの、もしもし、石になってる。いや、あの、ああ、そうそう、そういえば隣の国もなんだか黄金のウィローを盗賊に盗まれたとか言ってたわ。退治するとウィローがもらえるかもしれ。
たいの色。